イメージフォーラムは東京都渋谷区を拠点に映画、映像関連の活動をしている団体である。シネマテイク、映画館、出版社、映像作家の養成、映像関連の講演などを事業活動している。映像作家、川中信弘が1977年に設立して実験映画の制作、配給、上映、さらに映像作家育成の講座を開設していた。 団体、アンダーグラウンドセンターが前進。イメージフォーラム代表を務める富山勝恵は川中の妻である。1987年から毎年国内外の芸術的な作品を集めた祭典、イメージフォーラムフェスティバルを開催。四谷にあった映画館、シネマテーブルを移転する形で2000年9月に開業した。建物は建築家。 高崎正春の設計であり、1階にイメージフォーラム1、地下にイメージフォーラム2と2つの上映室がある。イメージフォーラムは2008年に始まった取り組み、映画館大賞に参加している。イメージフォーラムの出版部門として1980年に設立された株式会社である。所在地はイメージフォーラムと同一で、代表もイメージフォーラムと同じく、 富山勝恵が務めている。雑誌、月刊イメージフォーラムは1980年6月に、創刊、1995年7月に休刊。その後、期刊し、イメージフォーラムとして1999年に、復刊されるが、2000年に再度休刊する。イメージフォーラムに併設されており、映像関連の講座を開講している。ABC 階段をコンセプトとした建物が、 印象的な映画館、シアター、イメージフォーラム港町キネマ通り、平成23年5月25日閲覧。ありがとうございます。